1週間のお買い物のサイクルの最終日、火曜日、昨日なんですけど、朝一でボンズに行ってきました。今回のレシートはこんな感じです。ボンズのレシートのいいところは、左側のプライスっていうのが本来の値段。で、右側のUPayっていうのが値引き後の私が払った値段です。で、今回50ドル以上買ったら5ドルオフっていうクーポンを使って、合計が69ドル74セント。節約したのが58ドル98セント、46% の節約でした。Thank you.